いよいよね、この私のコガネムシたちも残り4匹となってしまいました。あとここにいる見えづらいな、見えない。まあとにかくここにコクワガタがいるんですよ。この私が半年以上かけて育てた、卵の頃から育てたコガネムシはもうこいつと こいつぐらいでしょうかね。もう動画ねブイブイはこいつ以外みんな全滅しました。ピンボケしてる。そのとこかじったって美味しくないだろ。まあこいつは養子の青動画でですけどね。まぶいまぶい。ピンボケがひどいって。まあでもね、こいつらが残してくれた、まあ死んでたやつらかもしれないですけど、とにかく最初に飼ってたコガネムシたちからしていれば孫にあたる存在をね、私はまた育てていくことにしましたから。そんなとこカリカリやったって美味しくないだろ、まったく。やっぱりちょっと育て方が悪かったのかな。野生種の野生個体のこいつの方が一番元気だなんて。やっぱ野生個体の方がずっと丈夫なのかな。まあ私はね、寿命が近かったアトラスオオカブトのアトラスオオカブトをね、まあそれから2ヶ月ぐらい長生きさせた経験がありますから、まだそれと同じような感じでね、やっていこうかと思います。まあつまり総合で何ヶ月生きたかというと4ヶ月と19日ぐらいでしょうかね。アトラスオオカブトは思い出深かったな、あいつ。まあ何が大事って、まあ、やっぱ愛情ってやつ。まあ腹広カマキリたちのように愛情があっても長生きしてくれなかったやつもいますけども、うん、せめてこの4匹はもっと長生きしてほしいな。
ちょっと曇ってて見づらいですが。ピンボケやめろ。そろそろね、本当にお別れのことを覚悟しといた方がいいんでしょうね。うん、飼育個体で少し早く成長になってしまった分、寿命が短くなってしまったのかもしれませんね。まあそれでも最後まで大切にしますからね。私は。それではまた。